で、時矢は何してんの？禁断の質問や、それは。何してんだろうな、この。時矢からすれば、言い訳できない状況だった。いや、でもこれはまだね、またぐらいに立ってるだけだったから、触られてもないし、主人公はそこまで優位立てないんだよな。カノの口がベラベラとうまく回れば、全然健全な場面に見えなくもないからな。土下座でもしているかのような、低姿勢で四つん這いになりつつ、おそらく俺が無意識のうちに開いた足の間から、股間の膨らみを覗き込んでいた。はい、アウト。てめえ何してんだマジで。おい自分の口で言えよちゃんと。一通り何を見て何をしたかったのかとか、こと細やかに喋れよ。いやだってこれ明らかに見てたんだよな。そんなものをなぜ見たいのかはさっぱりわからないけど、男が女の子のマンクを探求したいのと一緒やで。きっと、まあ、男には一生理解できないけどね。チンコフェラして何が楽しいんだと。しかしこの場で時矢を問いただしたのは失敗だった。感触を起こしちゃうかの。これで逆切れはうざいよさすがに。黙っていればなんとなく気まずい思いをしつつも何事もなく再び眠りにつけたかもしれないのに、時矢を追い詰めてしまった。だ？何その吐息成分6割のだ。もはや濁点だったのかも怪しいぐらい声になってなかったぞ。彼女は顔を真っ赤にしつつ大きく口を開けた。位置が位置だけに今から加えられるなどと最低な妄想をしてしまった。だはおかしいだろそしたら。でも体勢変えないのかな。急いで飛び起きて位置変えるとかしないの？もう常に今からフェラできますよぐらいのスタンバッターポジション取りをしてるの？だって、あんたがさっきからずっとここをこう何してるから。感触起こしやがったこいつ。だってってお前、3歳児の言い訳かって。やめろよ。見事な逆切れ。彼女の口にするここが代名詞なのでまだ助かった。いやおちんちんって言ってほしかったな。ダメ？まだダメ？個別ルートの早々で飛ばしてるなと思ったけど、さすがにライン決めここら辺。これがかのいよいよおちんちんを初めて発した時がセックス OK サインって感じ？なんでこんな時にここ大きくしてるのよ。やばい、逆に質問来ちゃった。質問来てたじゃねえんだよ。一昔に流行ったバズり動画の典型かよ。朝起きるとこうなるんだよ。時矢もその手のゲーム作ってるなら知ってるはずだ。確かに起こしてくれた幼馴染美少女が勃起させた主人公に問い詰めるっていうシーンよくあるけどね。これ朝立ちなんだ。決してエロい夢とか見てたわけじゃないんだとか、そういう言い訳するみたいなね。起きる前からこうなってたところか、まだ寝る前から。おい、ちゃんと観察してんじゃねえか、お前。どうエロい顔しやがってよ。かわいいな、畜生。修正入れてる時も大きくしてたよね。お前も元気になってんじゃねえか。主人公のチンコとカノの体力が満タンになってんじゃねえか今。なんで今エロトーク始めようとする？男は疲れてるとこうなるんだよ。生存本能がなんたらかんたらで。そういうことか。死の存続を真っ先に考えるために死ぬ瞬前に射精するみたいな、そういう生態があるのかな。うわ気持ち悪いオス。そんな生物絶滅してしまえ。嘘でしょ。さすがに嘘っぽいよね。死ぬ寸前に射精する生物なんてこの世にいねえよな。が、ガチのマジ。検索してみればわかる。おい、さりげなくカノのスマホの検索履歴に射精という単語を加えさせようとするな。俺が嘘をついてない証明をしたかったのに、時矢は事実を調べようとしなかった。どころか、気まずい状況になった今でも、その原因である膨らみをガン見してる。もうバレてもいいかじゃねえんだよ、お前。あ、ついにお披露目だ。なんかセンデレのキャラっていうぐらいだから、武将チックなビジュアルなのかなと思ったけど、案外北条ジアちゃんって普通の学園の生徒みたいな感じのビジュアルしてんだね。そして今更ながらに、時矢が制服を着てるのに気がついた。うちの学園の制服ではなく、以前にアニメ化したとある人気作品の制服だ。あ、じゃあこれ北条ジアちゃんじゃないの？なんだ？え、この北条ジアちゃんやるって言ってなかったっけ？こんな状況だというのに、コスプレをした時矢が可愛くて、その非日常性も相まって、ムラっと来てしまった。もう、かの自分自身がエロコンテンツだってことを自覚してるからな。これはあかんとちゃうか？まだ2時間休憩コースから10分しか経ってないもんな。ちょうどお互いいい雰囲気でキスを試合越してる時間って感じだよね。それも、その子が自分の一部分を凝視しているという事実にも興奮して、ズボンの上からでも見てわかるほど脈打たせてしまった。脈打つか。その打った脈の鼓動に、かのは気づくことができるのかな？今動いた。見た。そんなことある？さすが書いてるだけあって、そんじょそこらの女の子とはレベルが違うぜ。ぐー、そんな凝視されたら誰だって。確かに。コスプレないとしても動くかもしれないけど、今の主人公は人一倍性欲がムラつきまくってるから、とんでもなく大きな動きしたんだろうな。きついの？お、いい流れ来てんじゃないこれ。これでトイレで抜いてきていいよとか、そんな無粋なこと言うなよ、カノ。不意にかけられた優しい声を耳にし、時矢の中に女を感じてしまった。より大きくなった膨らみは、ズボンの中でさらに2、3度脈打った。もう射精してるやん、それは。
2、300撃つことある？いや、さすがにエロかったけどさ、今のカヌの発言は。あるいは、触れられるのを期待したのかもしれない。疲れて頭がぼんやりとして、まともな思考回路が溶けていく。甘い妄想ばかりが脳裏に浮かぶ。いや、ここで妄想止まりなのが主人公偉いわ。普通ならこんなに可愛い姿のカヌを押し倒したくなる気持ちが芽生え始めてくるもん。はみ出しクリエイティブ。最後まではみ出しクリエイティブをご視聴いただきありがとうございました。いろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので、推しを見つけたい視聴者さんは画面中央のレネをまさぐってチャンネル登録していただき、お気に入りのヒロインを探してみてください。また出会える時を楽しみにしてます。バイバーイ。